こそニコニコレストランへ。Bonjour, bonjour. Oh, delicious. ゆえくの。タミ口2名。タミ口2名。タミ、タニミグ、タミ口様。いらっしゃいませ。はい。Bonjour. お待ちしておりました。Thank you, thank you. お待ちしておりました。どうぞ。あ、席は引いてくれない。あ、失礼いたしました。Thank you. 失礼いたしました。失礼いたしました。失礼いたしました。あ、OK。バカ野郎。失礼します。本日はお二人のバースデーパーティーとのことで、僕たちが精一杯おもてなしさせていただきます。何かご要望はございますか？ありますか？まあとりあえず今日は楽しみにしてたから。 OK Yes Come on。 かしこまりました。それでは準備してまいりますので少々お待ちください。どっか行った、どっか行った。こんなテンション感。急に急に。はい、厨房にやってまいりました。はい、僕たち料理チームです。はい、料理チームです。シェフです。よろしくお願いします。お願いします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。今回ですね、石鍋、唐揚げ、はい、VCF はこれそうですね、ニンニクがマシマシの、はい、すごい美味しい唐揚げに仕上げていきたいと思います、はい、そして、続いて2品目2品目って何ですか？2品目チャーハン VCF、はい、これはパラパラチャーハンです、はい、とてもあの大好物なんでね、谷口様と大久保様とても大好きな、シェフの得意料理でございます。はい、チャーハンよろしくお願いします。ビーシェフ行こうか。はい、まずは鶏もも肉ですね。ちょっと使っていきますね。はい、鶏もも肉はですね、これも全部刺していきます。少しでも味が染みるように。はい、これで僕何かすることはありますか？じゃあちょっとチャーハン の, あのネギをビーシェフ切っていただきたいです。ここから切っていい？細かい方がいいかな。輪切りでいいよね。いいよ。いいよ。その韓国の合宿の時にやっぱチャーハンが結構ずっとあの作ってたんでみんな好きなんですよ。練習終わりにみんなお腹空くんですけど絶対。その時はもう速攻作ってチャーハンでペパッと ねみんなでね食べて夜食ね。だけどやっぱ6人だと量がマジでやばくて。よくね俺と太郎 ね手伝い、俺も手伝ってたしね。そうね、よく手伝ってくれてた。特になるくんとか、まあ、太一くんもそうなんですけど、唐揚げとかもすごい美味しいって言ってくれてて、久しぶりなんで食べさせたいなと思って作ります。手作りあん久々に食うかも。マジですね。え、マジで翔太郎の最後の手作り食べたの覚えてないわ。シチュー。あーシチューね。そう、この前食べたんやっぱシチュー。大丈夫大丈夫。翔太郎がシチュー作ってくれて、はいはいはい、それみんなでご飯食べたね。そうそう、食べた。あれも美味しかったけどね。確かに。それが一番最近じゃない、うん、それで言うと。でもさ、翔太郎は結構さ、今作ってくれてるみたいに練習生の頃から作ってくれてたけど、ケン、うんうん、も意外と作ってくれるよね。確かにね。それで言うとさ、なんか一人暮らし始めたての時とか結構してたイメージある。あ、ね、あの野菜炒めとか。そうそうそう。だからなんか食べるって誘われたことある。ある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 。それでなんかたまにご飯だけ持って行ってたもん。あ、分かる分かる。ご飯だけ持って行って、そうそう、ご飯だけ白ご飯だけ持って行って目がシェフ、目が大丈夫ですか？シェフ、目が大丈夫か？ゴーグルするか？スイミングゴーグル。スイミングいらないか？シェフ、目が痛いでございます。いや懐かしい。ちょっとマジで久しぶりすぎて楽しいよ。うん、ニンニクはですね結構たっぷりめに入れていきます。
そして生姜。定期理想と思うんかな、やっぱそれだけが心配。心配しないで大丈夫だよ、まあ、ニコのみんなは安心して見ていただけると大丈夫です。心配しないでね。何しよう、あの今回は、あ、すいません、今回は楽器がたくさんあるので、うちの寺尾がピアノをやってみたりだとか、まあ、こちらにはマイクがあるので、私福田がちょっと歌わせてもらったりだとか、そういうことを考えております。早速準備に取り掛かっていきたいと思います。よろしくお願いします。何を弾くかって話なんですけど、何する、なんかいい曲ない、ぴったり。でも僕一個思ったのが、世界に一つだけの花はめっちゃいいな。ありです。弾けますか。それでいきましょう。いや、わかんない、曲はいいんですけど講師が弾けるかなって思うんだよ。そこなんだよ。結構いい感じですね。いや、でもずっと同じ繰り返しでもつまんないもんね。オクターブ上げちゃったりして。そんなアレンジ入れちゃうんですか。うわ、なんかぽい、もうぽい、もうぽい。あの、考えたのが、はい、こう、ダラレレ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 って弾きます。で、2回目の、ダンちゃん、ダララダララダララ、ワン、ツー、スリー、フォー、花屋の、はい、なるほどね、なるほどね。どうでしょうか。いや、めちゃくちゃいいと思います。いいと思いますか。いや、最初のイントロの、いや、完璧ですね。ダラ、ワン、ツー、スリー、フォー、花屋。ああ、オッケーです、なるほど。ちょっとそれでいきましょう。素晴らしい。とりあえず僕は今聞いてることしかできないんですけども、もしやこの40分ずっと聞いてる人更新が出来上がるのをちょっと待つだけになっちゃうかもしれないですね。あ、3歳からやられてたんでしたっけ。そうですね、習い始めたのは3歳まで。あ、3歳から。指とか疲れたりしないんですか、ピアノって。いや、疲れます。あ、疲れるんですね。特にあのこうオクターブが開いちゃうじゃないですか。あ、こうなったりとか、こうなったりとかもありますもんね。なんかこうとかこうとか。あ、サビ前もだから、どこだっけ。来ました、またこれで、好きな時にも、ここも好きな時にはいって。なるほどね、ここにあったらここもいいのね。ジャーやっちゃう、入れちゃうわ。なるほど。サビ前まで歌い切って、ちょっと開けて、開けて、そうずいていい。そうさ、僕らはじゃんだ。いやいやがちゃんとできるかどうかな。できるかどうか。そう、想像はいくらでもできる。想像は頭の中から完璧できるかどうかです、ね。そういうことです。はい、練習しましょう。はい、練習しましょう。もし開けた方がいい。別に、うん、好きな、全然いい。マジでどこでもいい。マジでどこでも。オッケー。これうまくいったら、いや、感動してくれると思います。感動してくれると思いますよ。泣いちゃうんじゃん。泣かせに行きます。最高の。泣かせに行きます。最高のものを届けます。誕生日の LINE とか誰が早い、家族とか友達メンバーとか。あ、でもこの人マジでビュンって帰ってくるみたいな、来るなみたいな。でもなるいつも毎年、うん、それこそその、うん、お母さんとかと一緒じゃなくなってからはいつも12時になった瞬間にお母さんっていうかグループラインで電話かかってくる、あ、そうなんや。そうそうそう、そうや、うん、去年の誕生日もさ、そうそうそう、タイチたちが祝いに行こうと思ったなるが電話してて、うん、一回帰るみたいな雰囲気になってたもん。いや、確かに確かに。
ずっと電話してたわ。電話するって感じだね。LINE という。なるほどね。メンバーはなんかさ、なれたちってその家に行く感じやけんさ、あんましなくない？まあ確かに確かに確かに。そこでガッて行くからね。そうそうそう。太一くんは家族の会。妹や、妹は早い、そうなんや。妹は誕生日おめでとうとかじゃなくてそういうスタンプ送ってくる。あーポンってそうそう、ポンって誕生日おめでとうみたいなから続いて結構来る感じ。あー家族やったら、そうそうそう、うわこれ重い、いきます一旦これを、すんごいすんごいくっついてる。キーちゃんと近い？ん？ああ距離が距離がどんな感じですか？うっ熱い、熱いね、熱がね、そう。出た、ごまにんにく、ごまにんにくいただきました。これめっちゃうまいです。入ります、ごまにんにく。いや懐かしい、懐かしいの光景です、ね、これやりましょうか。お願いします。うわ重っ、やばくね、ようやっとったなこれ練習戦の時そうよ、うわ重いやな、結構パラパラしてる。そう、切るように切るように。ちょっと味見してる、ケン君してみて。味見していいんですか？味見します。熱そう。はい、フフしてあどう？あ、上向いた、これいけたわ。味どう？濃い？薄い？ちょうどいいかも。ほんと？うん。じゃあ最後、醤油を香り付けに入れます。焦がし醤油。これがワンポイントです。簡単なのありますか？簡単なの？ハッピーバースデースマないハッピーバースデー。愛してる、そう愛してるっていう。そう愛が愛してる。愛してる。無理無理。覚えてるメロディーも。ハッピーバースデー弾けるようにしたい。ね。ちょっとしっかり練習してみて。ここまで飛んだら、一個飛ばし一個飛ばし隣隣。一個飛ばし一個飛ばしないと。どうかな、ここから。大変お待たせいたしました。準備が整いましたのでパーティーを始めさせていただきます。お願いします。楽しみにしてましたよ。それではまずお料理を提供いたします。提供。翔太郎シェフとケンシェフ。よろしくお願いします。はい作ってましたからね。じゃあ先に僕の方から、はい、よろしくいきます。じゃあじゃあ、はい、ごまにんにくチャーハンとなっております。シンプル、わかりやすい。ごまにんにくの香りを楽しみながら召し上げてください。確かに香ってきますね、これめちゃめちゃ。わすごい。いやいいです。続いて、メインの料理ですね。メイン。じゃあメインのお料理。
お料理の説明をさせていただきます。そうですね。唐揚げの、カリカリ梅添え。やっぱりあの思い出の味ということで唐揚げをご用意させていただきました。ニンニクマシマシで二度揚げ唐揚げとなっております。カリカリ梅はなぜつけたかと言いますと、はい、太一くんの好物やなと思って、ね、つけさせていただきました。それこれ試食されました？いやしてないです二口目カリカリ梅とご一緒に、いただいてみてはいいんじゃないでしょうか。はい、はい、お料理の説明以上となります。ぜひお召し上げください。ありがとうございます。ありがとうございます。お互いの誕生日に乾杯。乾杯。シャンパンです。ジンジャーエールです。実は何なのそんなわあ美味しい美味しい。ちょっとこのモード抜けていい？笑ってはいけないんだよ。作ってる時は何とも分かんないけど、開けてから茶色って思った。カラオケ思った以上に茶色かった。あんな豪勢な見た目の人って。茶色すぎる。黒ない。まず、あの前菜。前菜じゃねえ。前菜。ご飯物ですね。はい、ご飯物。ご飯物。これね、これはスプーンでも。あ、はい、そうですね。美味しいのは間違いない。でも匂いやばいよ、普通に。あ、それは間違いない。うわぁ。いやぁ、でもパラパラや。本当ですか？めちゃめちゃパラパラです。味の方は安心して。いただきましょうか。いただきますか。はい。いただきます。うん、美味しいです。美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。座ってるんや。いやでもこれね、本当にパラパラで、はい、これ結構味効いてますね。本当ですか？はい、これしっかり味付けもしっかりされてて、うん、そうですね、すごく食べやすいです。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったです。喜んでもらえた。やった。いただきます。はい。ん、え、二口目だ。進んでる。え、結構マジで今まで食べた翔太郎のチャーハンの中で一番うまい。よっしゃー、うまっ。よっしゃー、よかった。うまい。よっしゃー、ありがとうございます。あー、よかったよかった。いやでもこれ結構美味しいよね。めっちゃうまい。よかったっす。うわ、なんか、まあ、パラパラすぎてもうなんか口の中で弾けるポップコーンみたいな。ポップコーンじゃねえよ、チャーハンだよ。嬉しい、ありがとう。美味しいです、ね、ありがとうございます。懐かしい味ですね。いや、マジでそう。じゃあ次、じゃあこれ結構大きいですからね、一つ。はい、大ぶりな。いただきます。召し上がってください。よっしゃ。うわ、大きいな。一口でかい。やった。もうこれは勘弁してほしい。よっしゃー。でかいやつ。よっしゃ。何が？よっしゃ。何がない。うっ、うまい。中に行った時の味やばいですよね。多分染みてるわ、やっぱり。今まで食べた唐揚げの中で一番。よっしゃ。よし。毎回足すなよ。よし。毎回足すなよ。オッケー。気になるから。いや、なんで自分も。なんで。こっち側関係ないよ。店側です。うまっ。これやばいっすか。僕もいただいていいですか。なんかレベルアップしてない。なんか本当ですか。うまく感じる。よかったですわ。いただきます。結構やばい。一回ファーストインパクトしてから5口目ぐらいでデリーです。よっしゃー。だから、よっしゃ。でも分かる。うまい、うまい、うまい。はい、ちょっと待って、ニンニクすげえ。味やばい。じゃあカリカリ梅。これあの食べカリカリ梅を食べて。普通あの唐揚げにレモンだと思う。確かに。確かに確かに。酸っぱさを。酸っぱい系なら合うかもしれない。唐揚げに梅です。唐揚げをお味は。すかさず。もうかさずカバに。はい。もうカバだカバだ。これ丸々いっていいですか。丸々。どうぞどうぞどうぞ。丸丸？種あるの？え、わかんない。いい種ある。
ちょ、一旦ちゃんと味わって。一旦味と向き合おう。一回ミックス続けた。判定は、判定はありやなぁ。ありやなぁ。拍手ないやん。よし、大腸隠していくわ。いきます。開けていいと。開けます。せーの。おお、え、すごい。え、かわいい。こちら、かわいい、かわいい。こちら、え、フルーツいっぱいです。あ、見たらわかると思うんですけど。はい、フルーツいっぱいで、まあ、デザートでございますね。デザート、はい。え、すごい、え、すごいすごいすごい。いや、ありがとう。まだこれは仕上げの方に、はい、仕上げか、仕上げの方に。出ました出ました。行かせていただきます。はい、注ぐとき、うわーうわー、ジューシーや。こちらフルーツポンチになります。シンプルにね。え、でもね、素材より上行きましたね。本当ですか。よかったですわ。これ本物。いや、よかったですね。本物です。ビジュアルいいですね、これ。これ、なるくんのね、あの大好物のイチゴとかも。はい、入ってますね。たちくん好きなリンゴも。ありがとうございます。入ってますので、お召し上げください。噛むなよ。噛むなよ。なんか笑ってたよ、時が。あ、じゃあ、入るんですか。じゃあ食べましょうか。いただきます。でもこれやっぱ可愛いね。ね、可愛い。じゃあちょっと好きなリンゴからいこうか。はい、よし、乾杯。乾杯。おいしいです。よかった。おいしい。よかった。可愛い、マジで可愛い、ね、え、すごいね、マジで。ありがとうございます。ありがとう、ね、おめでとうございます。え、嬉しい、めっちゃ上手やし、喜んでもらえてよかったです。おいしい、ね、めっちゃ嬉しいわ。さあ、続いて僕と光進によるスペシャルライブをお楽しみください。わー、起立。だから立てんだ。そのボケおもろい。いや、あかんねん、立っての起立。本日はお越しいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。誕生日を迎えたお二人に今日は素敵な歌のプレゼントを送りたいと思います。それでは聴いてください。一押し、ちょっと震えてたしね、こう。よかった。よし。お、こっからが本番ですよ。こっからが本番ですよ。練習してたのよ、から。それでは、続けてお聞きください。誇らしげに
もっともっと特別なオンリーワン。ありがとうございます。いやーよかった。ということで僕たちのスペシャルライブでございました。うわーよかった。いやーさすがです。いやーね、いやでもねマジで聞いててさマジ刺さった、ね、すごい。めっちゃ刺さった。もうなんか講師のピアノ弾いてる姿もそうやし、あえたがなんかもう本当に心込めて歌ってくれてる感じとかも、うん、なんていうのな、普段普通に聴く曲とは違って、なんていうのな、マジで刺さったなっていう。ねえ、わかるわ。これめっちゃグッてきた。いや嬉しいです。ありがとうございます。マジかっこよかったっすね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、いいね。はい、ということでそろそろ終わりの時間になってしまいましたが、はい、お二人今年の抱負など最後に一言お願いいたします。まずはナル様からお願いします。サマイム。はい、まずは今日は僕たち2人のために祝っていただき本当にありがとうございます。いやそうですね、僕がもう20歳になりまして、うん、あっという間で本当にまずはありがとうございますっていうのと、やっぱりそうですね、いやもう今の気持ちはもうなんか祝ってくれたもう4人と、そして太一くんと、うん、とりあえず今年もなんか仲良く6人でいれればいいなと思うのと、もうこれからもずっとみんなといたいなと今感じました。20歳頑張ります。よいしょ、よいしょ、おめでとう。タミグチ様、タミグチさん、タミグチで2人で予約してましたから、お願いいたします。いやでも本当に楽しい時間ありがとうございました。本当に、いやでもねこうして今年もね本当に YouTube でもそうですし、チロルズの誕生日をこうやって祝ってもらうことができてすごく幸せです。いやでも最近はやっとワンマンも1回終わって、そこで区切りがついてすごく DXC の中でも達成感が一つ出て、本当にこれからね一つ一つのことをねこの6人でクリアしていきながら、僕もその中の一人としてこれ今年で22歳なんですけど、ああお兄ちゃんらしくね、これからもう1年23歳まで突っ走りたいと思います。今日はありがとうございました。おめでとう、おめでとう。それでは以上、太一様、なる様のバースデーパーティーでした。バイバーイ。よっしゃおっしゃ、いつまで言ってんの。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーユー、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとうございました。ありがチロルズの誕生日パーティーでみんなにおもてなしをしてもらった。ケント太郎の料理もおいしくて、アユタとコウシンの歌も感動しました。幸せな一日だった。みんなありがとう。